ミヤヤヘヨヘッドハイヘーナイトどうも皆さん、こんばんは。こんばんは、ミタデーラリサです。ちょっと待ってね。始まりましたー。どうもこんにちは。なんて言おうかなーって考えてたら、結局頭でまとまらなくて何も言えなくなっちゃった。何がって感じだけどね。聞いてください。今日はね、豚しゃぶを作って食べて、美味しかった。中身はすごく簡単。豆苗と白菜ともやしと、もやし、もやし、あとフフフ肉団子と、なんかもちもちの餃子みたいな、小籠包みたいなやつ食べたんで元気でーす。なわきさんからやむ、本当に美味しかった。汁はなんか醤油、なんか焦がしラー油みたいな、なんか買ってきて、ありがとう、ナイス。いや、今日ね、いつもね、今日ラジオだったんだけどね、今日ね、ちょっと今日喋りがやばいな。よちぼうさんから、あなたが一番、ありがとうの気持ち届き。スーパーで。違うの。今日いつものようにラジオがあったんだけど、ラジオのね、スタジオ入るのに、いつもね、私そのスタジオの入り時間の25分前電車で行ってるのね。いや、だいたいそのぐらい早めの電車で行ってるの。だけど今日なんか気づいたら電車行っちゃってて、目の前で、
いつもよりか入りが遅くなったのね。遅刻したとかじゃないんだけど、タームからワンコパチパチ、ありがとうの気持ち届け、ナイスーパーありがとう。大人食うなかよ、オムライスをな。ポッポー、ありがとうの気持ち届け、ナイスーパーありがとう。そんでね、あれ何が言いたかった、あ、それでね、いつもはおにぎりとか買ったり焼き鳥とか買ったり小籠包とか買ってスタジオに行って、まあそのさ、打ち合わせっていうかその台本読んでる、読むみたいな前に食べるんだけど、今日は買う時間がなくって、お昼ご飯何も食べないでやったから、終わった後もうお腹すきすぎて、小島さんお腹すいたってずっと言って、スタジオのせんべいいっぱい食べちゃったでね、久しぶりにてかスタジオね、おせんべいとたけのこの里ときのこの山があったのね。でたけのこの山を食べて、たけのこの山を食べて、そんでたけのこの里も食べてやろうと思って食べたら、やっぱりきのこの山の方が好きでね、断然キノコの山の方が好きだった。ん？タケノコの山？ホチルンさんから、ヤッホー！ありがとうの気持ち届け。ナイスーパーありがとう。青太郎さん、リサさんこんばんは。今日もかわち、今月もよろしくです。こちらこそ。今月もよろしく。ありがとうな、しめんちゃん。でもこないだね、パワーカンのスタッフさんたちに聞いたら、みんなほとんどキノコの山派だったよ。悪の姉さんからワンコナンバーワン、ありがとうの気持ち届け、ナイスーパーありがとう、ありがとう。だから久しぶりにタケノコの里か山かわかんない、タケノコの方食べたけど、やっぱり断然キノコの肌と思って、私はサムネかわちいでしょ。これは書いてもらったやつです。デラート、ハッシュタグデラートで書いてもらったの、すごい可愛くてサムネイルにさせてもらいました。このね、私のこだわりはこの後ろのこの方に前も描いてもらったことがあるんだけど、その時の背景の色がすごい可愛くて、前のその背景の色を引っ張ってきてて、でこのデッドバンのマークとレッドバイデイライトの文字はここのこの絵のここのミのヘッドホンの色で揃えてやってんのあんまり伝わらないこだわりだったかもしれない、伝えるのが下手だった。じゃあちょっとつぶやきます。
ちょっと待ってね、今つぶやくから。温かい紅茶を入れました。お腹冷やさないようにって思ってさ。みんなもよ、寒いんだから寒ったらしい格好しちゃダメよ。ちゃんと温かい格好してお出かけするんだよ。わかった？わかったの？今日はサムネイルを載せとこう。ワン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 シュールがうまくて。にゃむ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 。あれ？なんで保存できてないんだ？おかしいね。伊沢さんこんばんは。先日全く休みなく働いたので久しぶりに見に来ました。癒される。お疲れ様。ありがとうな気持ちと受け。ナイスプレイ。ワン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 。泣いてばかりいるまんまる子猫ちゃん、チュールがうますぎて。だから泣いてたんだ。そうなの。なーにをやってんの私はって。今からつぶやく。いつもおしゃべりに夢中になっちゃってさ、つぶやくのさ、すごいズル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 しちゃう。鼻水のようにズルズル。お、保存されてた。まだ大丈夫。10分ぐらいしか経ってなかった。たくあんさんからギルヒー、ありがとうの気持ちとのわけ。ナイスーパーありがとう。ギルヒーありがとう。H じいちゃん、でもきっと下は短パンでしょ。今日下はアイルのズボンに錦穴子先生の靴下です。下半身癖ありすぎ。下半身の癖強。鼻の下伸び。どうよこの私のセンス。私の組み合わせセンス。センス良すぎ。じゃたこさん、はい、わかりました。温かくして今日夜寝ますね。チュールがうまくて。いい子じゃたこさん、素晴らしい。ナイスめんちゃ。今月もどうぞよろしく。まあ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 
そんな、そんなね、あの、誰も見てないですから、私の下半身。のばあきさんから。しじみ。もしかしてしじみのお味噌汁飲んじゃった？当たってるでしょ。ありがとう、ナイス、スーパー。えちじいちゃん。ペコちゃんに会えんるに、にしきやなご先生で、キャラが渋滞してるのに。いいんだよ。ペコちゃんとアイルーと錦アナゴ先生、このミスマッチな感じを私が来て一気に統一させてるから。なるほどって言って、500人以上が見てた。500人以上の人がもうナイスセンスって言って、もうグッドボタンすごい押しちゃうから、もう両手の人差し指をプイーンガシャンって渡して、このままプンって押しちゃう。普段はポチじゃん。だけど両手の人差し指をプイーンガシャンポチってグッドボタンを押しちゃう。そんな現象が今いろんな人のお家で起きてる。デイラちゃんの、デイラちゃんのファッションセンスに脱帽。気づいたら両手人差し指でいいねを押していた。キャー、ブルブル震える。これは寒さからなのか、それともデイラのファッションセンスがすごすぎるからなのか。とりあえずお風呂入ろ。チャポン。クックリさんみたいで怖すぎ、笑った。ああ面白い。ああ楽しい。こうやってみんなと喋ってる時が本当に楽しい。さあゲームやらないと怒られちゃうから。さあやりましょう。さあやりましょう。57分に押します。マサノリコントローラーでやるか今日は。なんかコントローラーおかしいからさ、今日ペコ、ペコのトレーナー、これもう3年ぐらい着てるんじゃないかな。だって近くで見たら毛玉が凄まじいもん。ペコの顔を毛玉、ペコの顔の上に毛玉が猛威を振るってるから、近くで見たら。はーい、こんばんは、こんばんは皆さん。それでは押しますよ。なんでシワクチャじゃない？これどうやってもシワクチャになんないやつだから、いいでしょ。はーい、ワニー。サムネもペコちゃんみたいでかわ、サムネほんとかわいいよね。私も気に入ってるよ。いつもあのアート描いてもらえるの嬉しくて気に入ってる。なんかさ最近さ TikTok 見てさ、あの「ずかわいくてごめん」みたいな曲がさ頭から離れないんだけど、なんか可愛い女の子がさ、ああーまたやっちゃった。ソーリー、私がいなかった。 OBS の2画面目に、
可愛くてごめんみたいなやつあれなんなん、癖になっちゃうんだけど。私ね、このね、本来これがなんだかわかんないけどね、可愛くて買ったんだけどね、みんちゃんが自分のペンライト持ってるっていう設定なの。あれ押せれない。押せない。え、どこにいたらいいんだっけ。デロバイ、あー、デロバイってどこにいたらいい。この辺だったっけ、この辺にいたっけ。そう、ペンライトなの。応援してる。可愛くてごめん、気になっちゃうよね、ごめん、チューってやつ。あれ可愛いんですよね。応援のペンライトだ。いたでかすぎ。え、なんか私助かったぞ。ちょっと声大きいかな。私はシリルちゃん買った病気やんそれな。眠気まなこさん、ありがとう。めっちゃ内地してない、あの子。何喋りたかったか忘れちゃった。なんか言いたかったんだよな、みんなに。なんだっけなーって。すごっ、私あんなに病地だったのにりんちゃん、私追った方がいいぞ。チェイスうまうまみかちゃんに持ってかれてるもん、気持ちが。まずい、見つかっちゃった、あたい。ね、私このなんかさ、みんちゃんがさつけてるモフモフヘッドホンみたいなの作ってみたいんだけど、なんか今あるヘッドホンにかぶせてみたいの作れそうじゃない。なんか今なんか作りたい欲がすごいんだよな。みんちゃんのモフモフヘッドホンを作ってみようみたいな配信どうですか。イラピーだ、イラピー、イラピーにかかった、イラピーの呪いにかかった。私のアイドルミンはイラピーの呪いにかかった。す
さわらせろ、さわらせろ、発電機さわらせろ。いやー、やっぱ血族でしょう。ピピ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 、宇宙と交信、宇宙と交信。こちら辺に。ねえ。みんちゃん不思議なコーラある？そうかな。でもさ、なんかシリルちゃんさ、向こう向いてる。すごいね、バックステップが。バックステップがすごいね。私はいつだってビオチェ。ビオチェの女、それが私。嫌だー。でもあの子を半分行く前に助けたっていう正義の宇宙人でもある。そういうことにしよう。頑張れー。君すごいね、釣られてないなんて。たまりもの。寝ぼけばなこ、寝ぼけなまこ、なまこ、寝ぼけなまこ。なまこピーだ。こんばんは。なまこが寝ぼけてるんだ。これはいい連携。良すぎる連携だ。あとこれで OK だよ。あと1台って。寝ぼけナマコをさ、救えば。で今ミカちゃんがチェイスしている時点で、まあ、結構おお、ナイスナイス、いい感じ。私お裁縫したいな。
でてな。すごい上手な人たちだったな。ほぼ何もしてないもんね。タデイラほぼ何もしていない説。なのに米を1個もらっちゃった説。リンちゃんもじいじい。さてと、ミニマム、さてと、アーカイブ選ぶ。茶の間のみかんさん、ありがとうございました。え、みかちゃん、寝ぼけなまこヒッシーさんから、コンペと女ムキムキメロン、舐めたら甘くて美味しいね、ありがとうな気持ちだわけ、ナイスーパーありがとう13分に押します、お願いします。スーパースマイル大好きさん、こんばんは。アビさん、こんばんは。ヒロさん、こんばんは。サザビさん、ビビンドックさん、こんばんは。はい、ちょっとパーク並んだらでかかったかもって思ったから、ちょっと小さくしておこう。ムタデアちゃん好きです。 JPちっちゃい JP ってどういうさ意味なの？チュー、あざとくてごめん。気になっちゃうよね、ごめん。チュー、かわいくてごめん。そのさ、TikTok がさ、めちゃくちゃ流れてきてさ、もうその TikTok ばっかりさ、流れてきてさ、かわいい。可愛い女の子が踊ってんなって言って見ちゃいましたよ、本当に。もうささやんか、ポポポおおポポポおおポポポおおちょっと最後恥ずかしくなった。
ありがとな、スーパー。なんか手がでかく見える。私のお飾りのライトだからね。頭から離れないよね。わかる。ドラクーラカイロ、ゴリゴリにあざといていくと期待しています。なんかさ、あのさ、途中でなんか我に返るんだよ。あれ、私何やってんだって。その気持ちを保ったまま取り終えちゃえばいいんだけど、あれ、なんか違うなって やってると急に我に返っちゃう。何やってんだ私。って言って我に返っちゃうんだ。でもちょっと今度やってみる、1年後。ありがとう、ナイスーパー、ナイスーパー。もう割れてる。誰？割れてる。あ、サジャヤンだ、サジャヤン。誰？サジャヤン誰？そう、私が回してたところ違うかな。こんなに私目立つ格好してんのに。あっち側から来たからバレんかった。イラピーじゃん、私。イラピー、宇宙と交信。Oh my god。あー、やんなっちゃう。イラピー、イラピー。イラピーばかり。混乱する系のシャジャコや。マジ。すぎる。止まってた。
恐ろしいぐらい後退してた。私のことモテるかな？ヘドバンデドバ配信者のダデーラミサです。待て待て。あーノーがいる。チュルン。いいパークつけてきましたんでね。ナイス。オッケー。面白いスキン今日。かわいい。ちゃんカネゴンさんこんばんは。JP って出たのか。なるほど。本当は絵文字が打ってあったのか。なるほどり。戻ってきちゃった。ビデオ。配信に行かないと呪われちゃうな。これは。ご返却に行かないと。返済料金発生中。100円、200円、300円、400円、500円。この格好してなんで
なんで隠れてんのって隠れられてるみたいな。やらしてやらしてやったあんまりやってほしくなさそうだった。私自分でやるから感がすごい伝わってきたけど、意地でもどかなかった。ずつと、私をやってくれてる、なぜか。センキューありがとう。あの子が頑張ってるな。頑張って二人で回そう。私泳がされた。泳がされたぞ。板があるの。あー、イラピーだ、イラピー。マジで。私が救助に行くわ。
すごい。やっぱ上手い人は判断が早いもんだな。サチコが後ろから来る可能性あるんだわ。やばい、来た。頑張って粘んないと。これでどうだい？どう？これでどうだい？イエーイ！ゴールドスリー。どう？今の音で。どうな？声聞いてみないとわからん。あーちゅう。私どっかで恵もうかな。やっぱなんだかんだね、いいよね恵みは。こんばんは。それじゃあ34分に押させてもらいます。ぜひとも出る前やっているような方、34分になったら共に準備完了ボタンを押してみてください。そしたら同じマッチに同じマッチにレッツゴーするかもしれません。一緒に遊びましょう。鼻かきます。ハムチャンネルさんからアイスクリーム、バニラがいいな。ありがとうの気持ち届け。すごくありがとう。こんばんは。こんばん。今日土曜日の夜だけど、みんな気分どんな感じ？土曜日の夜だけど。今からやるー。やろう。やろう。キティこんにちは。35分に押します。お願いします。オールします。強ゲームってこと？ゲームするってこと？ええ感じ。よかった。あ、
朝寒すぎ、わかる、寒かった、布団からなかなか出れなかった。高見子さんこんばんは、 A さんこんばんは。ズドン、ムタデアちゃんの声が聞こえると寝床に勝手に入って寝るようになりました。いい子ちゃんたちだね、すごく。明日仕事だからきちい気持ち。それはきちいね。雪が降った？わあ、それは相当寒いね。小腹空いたから豆腐食べてみてる。豆腐何味？みわさん、ゆゆさん、こんばんは。仕事終わりで家着いて一息ついているところです。おつー、今日もよく頑張った、今日もよう頑張った。今日もよう頑張った。よいしょ。手慣れたもんよ、カメラちっちゃくすんのも。味噌ね、はい、こんばんは。イカのゲソが好きなの？かわいいよね、新スキン。来た、堀川。堀川健二さん来た。珍しい。タナちゃんもおるしよー。うん、しなーい。しなーい。宇宙人シェリル。宇宙人シェリルも買ったから。ヨタガラスさん、こんばんは。エロデイがこの格好したらおもろそう。あとさ、プリケツがやったらおもろそう。このスキンは何なの？このスキンはね、私アイドルかと思ってたんだけど、みんなが宇宙人だって教えてくれた。宇宙人だって、このスキン。で、ここにさ、茶色いモコモコつけて、なんかこういうのピンって生やして、プンっていうのつけて。私も作りたい。あのポンポンのヘッドホンみたいなやつ。私もなりたい。宇宙人か。了解。了解。あ、ドレッチや。あ、なんか黄色とピンクのモサモサだ。ただの茶色じゃなかった。難しい。黄色ピンクモサモサだわ。ん？今一瞬いたよね。
緑も入ってんの？なんか難しいね。ナイス。私もあっち側に恵みに行こうかな。一応離そう手を。トリカーもプロだったわ。このスキンで隠れようものなら無理だったわ。無理だ！お、ラッキー。ああ、見てなかった。見てないで渡っちゃった。ほほほほほほ、リカは。隠れることは無理であった。え、これ黄色とピンクのモコモコ？まずい。現象起きてる。わあ、びっくりした。えぐ。とか言ってる場合じゃなかったわ。え？あれ？あの人は3回目だった？恐ろしい。どれっち？私許されたんだ。つまんないからだな。もう一人葬っちゃったら。もう一人葬っちゃったら。つまんないよ。Oh no.
許されたわあっちでやってるわ今度堀川、私ここにいるよ堀川堀川今日マジで病気ばっかりしてるわソーリー、真面目にはやっている確実に真面目にはやっているあー、シンキュー優しいねだけど来ちゃいそうウツウ人のさ、マネージャーみたいマジ。閉めてた。助けるよ。え？もう行っちゃった。自ら。私結構最後まで諦めたくないタイプだからさ。どんだけボロ負けしてもきっと堀川も同じ気持ちだと思うあれドレッジって手榴弾投げればいけるんだよね手榴弾手榴弾作って投げればひるむよね。シャドウブローズだった。頭がシャドウブローズだったわ。ドレッジが回させてくれてる。あのさ、シャドウブローズのさ、アーカイブにさ、一番怖かったの何なのって言ったら、断然マミーが一番多かった。マミー大人気だった。マミーが怖かったよーって言って。だよね、ドレッジみたいなやつ。なんか顔がいっぱいのやつがさ、追いかけてきた。マミー大人気で、さ。ねえ、怖いよね。許されてるわ、私と堀川。おーもうちょっとやー見えない見えないThank you.
そういえばさ、ベイ FM がさ、あるスタジオのビルにさ、毎年クリスマスシーズンになるとさ、ツリーがさ、出てくるんだけど、今日帰りにパッて見たら、ツリーが作られてた。ツリーの上半身が作られてた。下半身はまだだった。どんどんキラキラの毎年見るツリーが出来上がってってるってなってる。51分にはします。お願いします。どん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 出来上がっていってた。そう、クリスマスの準備してた。生駅さんから森いて、ちょっとベロ噛んじゃいました。ありがとうの気持ち届き、ナイス。ありがとうね。うん、写真撮る。冬だね。今日買い物行った時もクリスマスの雑貨が結構あった。うわー、そんでさ、そのうちさ、ジンドバウ、ジンドバウ、ジンドバウ、ボウ、ハンドドバウ、フェッシャルドウェイ、アボンブルーベジューシャブブワウがさ、流れ始めるんだよ、店内に。店内にさ。あ、いちごちゃんや。りさちゃんお久しぶりです。元気ですか？めっちゃ元気。いちごは元気です。まだペコちゃんの服着てくれてるんですね。嬉しすぎます。ありがとうございます。今日も可愛い、大好き。すーごい。毛玉になっちゃったけど、大切に着てる。ありがとう、ナイスめんちゃー。元気で過ごしてるってことだけで、本当に偉い。素晴らしいよ。よっと。あはは、クリスマスの人いた。あはは、千代香さんだ。ナイススナイプ。クリスマス気分の人いた。千代香さんだった。ねえ。百均とかクリスマスソング流れてた。うわぁ、もう流れてんだ、じゃあ。クリスマスソングといえばなんだろうね。流れてた？やっぱもう流れてんだ。早いねー。だってもう、まあ11月の前半だけどね。1ヶ月ちょっとだもんね。クリスマスまで。年末ってなんか早いよね、時が過ぎるのが。ガッスンさん、こんばんは。よろしく、千代香さん。雨は夜更けすぎん、あ、雨は夜更けすぎんにか。知ってる。うん、誰が歌ってるか思い出せない。明るめならマライアだね。どんな歌だったっけ。 All I want to say is a sweet sweet か、それか。ティオルさん、こんばんは。 Over the shower just sweet ってやつか。クリスマスキャロルが流れる頃に、あ、クリスマスが今年もやってくるか。違った。違った。ガッスンさんからシンプルなんです。ありがとうな。ありがとう。そうだよね、それだよね。
いやいろいろあるね、クリスマスソングって言ったら。それは竹内まりやさん。ちょっとどんなだったっけね。白い恋人たちってどんなあれだったっけ。ゴキジェット台シーズンちゃうやん、ゴキジェット。最近ゴキブリ VS ミタデーラの動画が出たからか、切り抜きさんの方で。バックナンバー、どんな曲、どんな曲だったっけ。We wish you a Merry Christmas, we wish you a Merry Christmas, we wish you a Merry Christmas, hello Fanfi no you. これか。ワンイエスさんかな。ダイヤモンド。よく切り抜きさんコメントしてるよね。ナイスパーリカと。四六時中も過ぎと言って、てか夢の中に出てきちゃってだ。それだ。ミタデーラクリスマスの予定は、はい、私のクリスマスの予定はありません。みんなとクリスマスパーティーする、チキン食べる。りょうふるさん、こんばんは。EM さん、ナイスあつこめ。ボアのメリクリ。どんなずっと、ずっとか。そばにいてか。クリスマスはお仕事。よし、頑張ろう。私が待ってるから、帰ってきたら私が待ってる。怖い、下向いてる下向いてる。え、みんちゃんって結構な前下がりボブだよね。そう見えるだけ？いや、結構。向こうから見たらもう怖いよ、ほら。顔が見えて閉じて、見えて閉じて。はんちゃんや。だらくついてる。回したいところだよね。お母さんがいる方かもしれない、もしかしたら。ナイスおめぐみ。あっちも見に行ってる。そしたらこっち戻ってくるかもな。
ただの塊？この家ただの塊？ただの塊だったよね。窓なかったもん。ナイス。盗聴されてる。ナイス盗聴。ナイス千代か。あれ？誰かいるな。まずい。とりあえず逃げれたっぽい。板割って。ん？押しターンしてる？その間にここが回っていくと。ナイスわ。私がチーオカパイセンを。マジ見えてたかと思った。私には来ないか。あれ？私なんかすごい静かだった。降りてた。ゲリ危ない。なんか構えてた。直さなくてよさそう。大丈夫そう？あたしどこに恵めばよさそう？あら。キャボチャキャボチャ。ナイスわ。頑張れ、千代香ちゃん。
ちゃんもラストだな。私のスプバが火を吹いていく。やだの君の意志は私が受け継ぐよ。
がないみたい。チョコラ壁に来てくれると助かるよ。助かろう。どこにかけられるかな。すごい4人で出れた。上手なみんな。ありがとうございました。楽しいな。チェックを連続で2回成功させる。え？すごい簡単じゃんね、このアーカイブ。すごい簡単じゃないの。やらせていただくわ。14分に押します。ゆっこさん、こんばんは。ちおかさんからよーなしりがーと。めっちゃナイスだった。いいチームワークだったね、私たち。ありがとうの気持ちとのけ。ナイス、ありがとう。素晴らしい。めっちゃ楽しかったね。ナイスよ。とってもナイスよ。2回目に緊張して失敗しそう。いや、あ、コアラちゃんだ。初手で爆発させたい、笑う。いや私はやる。あ、ごめん、ノーボンしちゃった。15分でよろしく。よろしく。なんか口がパサパサしてきた。パサってきた。お、ケンタロウくん、こんばんは。よ、元気でやっていこう。押しますよ。あと20秒ぐらいです。あと10秒。ここは大きくてもいいターンだった。ミキティじゃないです、私は。デラティです。ブースカブースカしちゃった。ソーリー。押すよー。いきまーす。1、2の、せーので、3、はい、よいよいしょっとごらしょ。カウントの癖強。カウントの癖強め。こっちもね、買ったんですよ。
ほら、なんかこの衣装を着てることにちょっと不服そうじゃない？え？待って！シリルちゃんはこの…え、やっぱピンクと黄色だよ！ピーロからチンアナゴ。ありがとうの気持ちとわけ。ナイスーパーありがとう。ありがとうナイスーパー。うん、大丈夫だよ。焦らずね。焦らずに。よし。全然違った。みんちゃん、コスプレ？え？シリルが本物ってこと？バジルさんだ。バジリアンさんだ。勝手にバジリアンさんだ。私たち二人でアイドル。サイレントヒルのご褒美の衣装。え、シリルちゃんの衣装なのこれ。すぐみんちゃんコスプレさせるじゃん。ジルの衣装とか。そうだね、シロさんとも遊んでもらいたいね。え、そういうこと？え、じゃあ作るならシリルちゃんってこと？え、でもこのさ、モフモフのさ、みんちゃんのが可愛くない？中村さん、こんばんは。シリルはゲーム内のクリアご褒美のスキン。じゃあアレンジしちゃってるじゃん、みんちゃん、モフモフに。モフモフにさ、アレンジしちゃってるじゃん。私はもう茶色いモフモフに見えたよ、こういうポコってポコッとモフモフ。見えたでしょ。はーい、Cさんこんばんは。無理せずね。中村さんこんばんは。って言ったっけ？来た！ガベー！ほら、アレンジしちゃってるじゃん。私なりにやっちゃってるじゃん。ってことは、私なり。さあ、キラーはだーれだ。キラーは誰だ。マサノリコントローラーやりやすいな。ドワイトペコメン。宇宙人アイドル2人に囲まれるメグちゃん。まずいよ！いるよ！バジルさんだいぶ吸われてる。バジル汁めっちゃ吸ってたよ今。バジル汁、バジルめっちゃ吸ってたよ。さあ、じゃんじゃん回すよ。回していくよ。ほら、スキルチェック余裕じゃん、私。いるよ。
なんでだよよよよ、なんで私が誘ってんだよ。バジルをいっぱい吸う。仮面メグの二人もパーティーかな。ユンちゃんこんばんは。イザさんこんばんは。マジねー、ワンパンだねー、どうしようかねいるね、あそこに。あれ？あれ？足早い。追い込まれていくよ、どんどん。されたの？バジルがやられた、バジルが。やられた。ハーフツイン巻いてお出かけしよう。
いいのかい君そっち側で。お、もう一人がやられた。もう一人ちゃんがやられた。うん、ライト、私自分へのペンライトだ。さきちゃんこんばんは。しのりちゃんこんばんは。いいのか。やだやだ、ざわざわ、心がざわめき。回る。回らんか、まだ。アーカイブはクリアしている。固まったか？もしかしたら。やばいやばい。
こっちが一番来にくいよね。好きと思う。今バジル結構知ってるから。開けてくるか、ゲート。ちょっとあっちね。向こうは2個固まってたんよな。モフモフね。あれ？2人行かれた。ゲチムズじゃね？今まだレベル3終わったばっかりだからいけるでしょう。宇宙人2人が脱出宇宙人2人が脱出した。仮面の双子はやられて上手だった。2個もらっちゃいまんねん。やったー。だってさ、シューって言ったのにあともうちょっとだったけどさ、横向かれちゃってダメだったな。惜しかったと思う。ピンクグリフ、ピンクグリフが生成される。ピンクグリフはこちらをに視線を送るが、あまりに長時間見られると位置を判明するために近づく際には注意。意味がわからない意味がわからないのだ。アルアさん、こんばんは。チャッピーさん、こんばん。かわいいでしょ、これ。
宇宙人だよ、宇宙人。トモさん、トモ。マジでさん、先ほどの宇宙人姉妹の一人です。知っておるわい。楽しかったです。ありがとうございました。こちらこそ楽しかった。ありがとうの気持ち届け。ナイスーパーありがとう。チュンチュン1。はい、私の勝ち。5秒以上見られるとワンパン。え？どういうこと？ピンクグリフに？何それ、恐怖やん。よいしょ。じゃあ39分に押します。よいしょ。えぐー、ワンパンマークがつくって言葉、ワンパンマークがつくってこと。近づくで棒立ちするとワンパン状態。あ、ごめん、40にする。何それ、怖そう。やってみるわ。すぐになくなる。怖。なおぴちさん、こんばんは。突然現れるの怖。でも取るの、スキルチェックみたいなして、シュワン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 って取るんだよね。スヌーピーちゃんから、よーなし、乾杯。キラ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 リン、ありがとうの気持ち届け。まあスーパーリラ、ありがとう。隠れながら近づく。しおりんさん、こんばんは。先ほど一度抜けて帰ってきました。おけいりん、楽しかったね。好きなんだよな、マイケルお兄ちゃん。物陰に隠れながら近づいて更新しないといけない。なんじゃそりゃ。ミハタンさん、こんばんは。シャンポーポさん、こんばんは。なんだそのミッション、めっちゃむずそうやん。ミトレアちゃん、どうしました。トモチさん、こんばんは。よし、行くで行くで行くで。隠れながら近づいていって、シュワンシュワンシュワンってやればいいの。いいね、音がするんだ。オッケー、探し当てるわ。探し当ての物陰に隠れの、ちょっと強力にしていこう。物陰に隠れの鳥居のってことやってみる。かわいい、これかわいい。かわいい、これハータンパオン。シンプルにパオン。脱出だけ。で、現れたら音がするんだよね。カオティアンさん、こんばんは。任せろってやってみるて。これまだやったことない人多いんじゃない。どんな感じか見たいね。やりやすいキラーだったらいいけどね、それどころじゃねえって時あるし。
楽しみ。月島さん、こんばんは。ルイさん、こんばんは。頑張るー。ありがとう、教えてくれて。教えてもらえなかったら全然わかんなかったと思う。堂々と取りに行ってたと思う。私が一発合格するわ。どこだ？ピンクグリフ。そんな早く現れはしないの？レイト出しちゃって、いらっしゃった。ほほやんさん、こんばんは。確かに抜けなさそうだね。下で開けてたけど私のところ来なかった。確かに。やばい、またイラピーや。宇宙と交信タイムや。お父さん、お母さん、私は元気にやっている。元気にやっている。お父やん、お母やん、私は元気にピチピチやっている。してんのかな、わからんな。かゆっ。 OK OK。 どんどん別の人が狙われてるな。ちゃうよね。円筒狙われてる。はい、イラピー、宇宙と交信タイム。お母やん、お父やん、私は元気にやってんよ。なんか斧投げてくる子に追われてるけど、私は元気にやってんよ。ピチ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 やってんよ。
回しても回しても蹴られちゃうわ。あっちにいる。ダーバーダーバーダーバーダー、あそこにいるわ。どんだけ私暴れるの？また蹴ってる。そうだね、私ここを粘って他回してもらうようにしよう。それがいいじゃん、ね、出た、3度目の宇宙更新タイム。おかんあたちはどっかに恵んどくか。まあ、それも今できないからな。で、ピンクグリフさんはいつ出てくるの？いつ出てくるん？ピンクグリフ殿。背景、ピンクグリフ殿。いつ出てきてくれるんでしょうか。教えてみなさーい。茶役。はい、いい子でした。いい子にできました。このトーテムはすごい力を感じます。ビビビビビビビ。あとは1台よ、みんな。あと1台。この手に。あの子じゃん。
ですな。行けたよみんな。私みたいにやってごらん。どうしたらいけるわよ。まさかの細息隠れで行けた。細息隠れ必殺ゴージャス奥義細息隠れ。やばい、ありがとうございます。キラさんもありがとうございます。やったピンクグリフ。やり方わかんないような方もこれできっとできるでしょう。これでいつだってピンクグリフが来ても怖くないわ。救急キットを使い果たす。オッケー。じゃあちょっとペンライト置いといて使い果たそう。では58分に押します。ナノセティアンミトゼラヒャミニープラスへようこそ。ナイスメンバーベベ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 プラーありがとう、ありがとう。ミヒ好き、私も。ミヒの、今違うけど、携帯ケース使ってた。あ！ソーリー59で。アスパラさん、こんばんは。あなたは冒険を、防止すぎて、結局、私はあなたを捕まえ、え？どういうことですか、どういうことですか。59分ね。ちょっとだけでかくなろう。みんな一回目つぶってみて。私がどこにいるか、私がどこにいるかチャレンジー。
回押してからにしよう。またノーボーンしちゃいそうだから、一回目つぶっててね。いいよって言ったら目開けて。いいよー。浮いちゃったよ。せっかく遊んでたのに。せっかく遊んでたのに浮いちゃった。よいしょ。OK。おっ！ささやーん！よろしくー。あははは！ユニットになった。私たちユニットになったわ。すごい小さかったらさ、すごい小さく私がいたらさ、今日はデダちゃんはいないんですかって言われるかな。みんな忘れないでね、ここにいるよ。はーい、みんなここにいるよ。なんか小さいとさ、声が高くなるイメージない？すごい鼻がかゆいな。さあ、頑張って脱出しよう。あ確かにボノボノの島でスくんってこんな感じだったね。メモちゃん、では明日お仕事なのでここいらで失礼します。皆様良い日曜日を。お仕事頑張ってな、応援してるからな。ありがとうの気持ち届け。ナイスーパーありがとう。応援してるからな、みもちゃん。ボノボノ。救急キットを使い切るというのがミッションだ。我々の。もう一個あれば、最高。はい、来た。これを後で使うから、誰かが切られたらサスサスして。間違えた。そろそろ巡りたいね。でもとりあえずこの発電機を回そう。この発電機を回したらどっか巡れるとこを考えよう。キラーは誰なんだろう。まだ誰も割れてないのかな。あ、なんか音が聞こえる。とりあえず回そう。 OK。 ネメシスだ。
もしょうがないから。来たー、ネメシスが来たー。逃げろー、来ないみたいだからワクチンを打ち込むよ。救急キット使い切れなかったみたい。
戻ってきた。戻れなくなっちゃうかと思ったよ。もう元に戻れなくなっちゃうかと思ったけど、みんなが私にミタディーラーって呼びかけてくれたから戻ってくれた。 Thank you Thank you。 それでは13分に押します。ゆっくんこんばんは。こんばんは。髪の毛伸びた。だって結んでもこんな長いもん。下ろしたらこのぐらい。もうセミロングじゃん。早くボブにしちゃうか、頑張ってポニーテールぐらい結べるまでいくか迷う。でも結局切っちゃうのよね、私って。ひーたさん、隠密で見てました。明日は仕事なのでそろそろ休みます。ちびでえなに、小人声可愛かった。おやすみ。明日も頑張ってね。ありがとうの気持ちとだけ。ナイス、ありがとう。おむすび。あぶねー、ここだった。これじゃでかすぎか、逆に。あぶねー、ここだ。これ以上ちっちゃくなっちゃったらさ、さっきの子出てきちゃうから。ポニテもウニメロンね、圧倒的に短い方がいいっていう人の方が多かったから、みんなが可愛いって言ってくれる髪型にしたいじゃん。ロングみたい。つけ毛や、つけ毛をさ、ハロウィンの時につけて、でも結んじゃったからわかんないからさ、今度下ろしてつけてみてやろうか。でも結構長いやつだったんだよな。ちょっと自分なりにカットしてみようか。60センチぐらいの買っちゃったか。45センチでよかったわって思った。はい、おやすみふみたん。そうさやん、待ってやどした。赤いちなるまで終われません。配信頑張ってな。そうさやんでしょ。そうさやんがやってんでしょ。じゃあどっちが早くあかんなれるか勝負ね。ふんふんふん、ありがとうの気持ち届け。ナイスーパーリカ。リスちゃん聞いて。半年前に別れた元彼とまた一緒に働くことになっちゃって、毎日変な汗が止まらない。え、どのぐらいの距離感。同じフロアにいるみたいな。じゃあ言おう。なんかまた一緒に働くことになっちゃって、変な脇汗がすごいんだけど、どうしてくれるのって。脇汗拭きシート買ってくれんのって言う元彼に。やばい、来ちゃう。おー、ヒルビリーや、ヒルビリー、お久しぶりやん。ずーっとウィンウィンやってる。さっきの声ならツインテールもいける？え、まずい。今の声でもツインテールしちゃってるんだけど。
今の声でもツインテールしちゃっていた。まずい。今日一日ツインテールで過ごしちゃったけど、お久しぶりだね。まずいまずい。でも、うわあ、びっくりした。しょんぼりしてるぞ、みんな。あのクマしょんぼりしてる。後でうちのクマ見せてあげる。後でうちのクマを見せる。あ、ありがとうございましたね。めぐちゃん、ありがとうございました。はやりなんか流れでスプバ使ってたわ。のろーりスプバ使ってたわ。のろーりのろーり。そう狙いだったもんね。今チェイスしてるみんちゃんが。ナイス。飲食店で割と常に二人きり営業してる。それは気まじいね。なんかすごいスキン着てた。よーく見てみたらすごい。ねねやらして。ねねやらして、やらして。なかなか使い切らんな。あと1台や。早っ。回るぞ。発電機鬼早やん、みんな。ワンタッチ。見とれてる、私の可愛さに。ファンですか？違うんかい。
それは違うんかい。ビビるわ。ビビる。スズランマルさん、こんばんは。シンさん、パワーパワー、ワオ。ありがとうの気持ち届け。ナイス、ありがとう。こんばんは。ビリーの方が驚いてた？ガチで？ビリー驚かしちゃった。そうだ、デドバやってる時にちゃんと言おうって思ったんだけど、MDG ミタデラゲームっていうね、あのアイコンのミタデラゲーム偽物さんがいるらしいので、私の本当のアカウントはこの大体デドバはアザラシリさんの方でやって、PS5 のアカウントなので、ひらがなカタカナの方は偽物ですのでお間違いなく、ツイッターでね、ミタデラゲームさんとマッチしたとか、ミタデラちゃんとマッチしたって書いてくれてる方がいたんだけど、どちらも偽物だったので、はい、皆さんお気をつけください。まあ多分ね、わかんないけど、ミタデラゲームのこと見てくれてで、そういう名前にしてるのかな。でもまあちょっと混乱させちゃったりすると思うから、まあできればね、違う名前の方がいいかなとは思うけど、でもまあその名前でね、なんか煽ったりとかそういうことはしてなかったらいいなと思うけど。26分に押します。一応ね、そう勘違いさせてしまうこともあるから。アザラシも多い。それはね、まあアザラシは私だけのものじゃないからそこはしょうがないんだけど、純粋にアザラシ好きな人もいるから、そうね、まあ一応ちょっと考えてもらえたらなーみたいな感じかな。好きでいてくれてるっていうのだったら私はめっちゃ嬉しいからさ。押すよー、一斉ので、ズドン、ハート、ジュニージュエスターさん、こんばんは。動物タワーの時の俺のはまさか俺を好きだったの。いたもんね、コアラ。コアラいたもん。
お願いしまーす。よろしくお願いしまーす。よいしょ。あれ？小さくな？このぐらいが普通なんだ。声出しながら。いやー、いけるかな？どうだろうね。どうだろうね。いるけど、でもそうだね、こんぐらいが普通だよね。どう、上手にできてた？よっしーさん、こんばんは。器用だった？イエーイ。あ、なんかやばめパーティーだね。やばめパーティーだわ、これ。ミサちゃんは元カレと家を戻すの賛成派、反対派。え、別れ方によるな。例えば、すごい、すごい浮気症で、とかあったら絶対やめた方がいい。ももこさん、こんばんは。私に聞くよりみんなに聞いた方がちゃんと答えが出そうだけど。でもさ、好きならいいとは思うけどね。だらだー、来ましたー。あれ、これはほら、ひななんがつけてたウルトラレアなドーンじゃん。これは使い切れる予感だわ。使い切れるよ。くるみさん、こんばんは。ずさんついてるね。やだわいっちゃがり。でもこれだけで遅延になってるもんな。ものすごく、ものすごく遅延だもんな。いっちゃ仕上げなきゃいけないわけだからね。ヒラピー、宇宙との交信が始まる。パパやんママやん、お元気ですか？私はなぜか、なぜか追われています。そしてアイドル活動も頑張っています。ほら、見てください。頼んだよ。救助頼んだよ。ナイス。上げてた。まずいよ。まずいよ。
みよう。こちらへいざなう。Is that all you have? ああ、違うんだ。違うんだ。私使い果たしてんな。ナイス。待って待って。来る。頑張れなんでやん。ナイス。おめでとう誕生日。素敵な誕生日にするんだよ。おいしいもの食べてわがまま言って。わかるー。あっちにいるのか。牛皮さんからケーク、のばあきさんからケーク、ゆっこちゃんに、恐ろしい。またうねうねの恐怖に侵されているよ。助けてあげれるかな。なんとか頑張ってほしいが無理か。うわ、超ごめん。ズラちゃんごめん。まず私もスプレーしないとだ。Sマサさんからケーク。ナイスケーク、ナイススーパー。
最高だ。いけるか。あーごめん、間に合うはず。ナイス、ナイスすぎ。ユミンちゃん、なんで一回キャンセルになったの。ありがとう。これやって、やば、うわー見えなかった、最悪。近いなと思ったんだけど、あんな後ろから来ると思わなかった。うえー、真ん中の中、もがけもがけもがけ、いけるいける、いけまー、あとこんぐらい。二人とも真っ赤だ。どこかに恵んであげたいけどな。こっち側にね、偏っちゃってるかも、結構。ありがとう、ありがとう。君は大丈夫なの？命をつないでいく、あたしたちであった。こっちで直そう。オッケーオッケー。あ、ごめんね、つらちゃん、助けてあげられなくて。後悔していたところ、エミリーだった。あいつ走り速いんだぜ。まずい。すごい勢いでこっちに走ってきてた。
この途中なんもないな。ドゥイーン！やられてしまった。え、ミヤカ頑張ってくれ。ありがとう。また一緒にやろう。ナイスパッチ。ペンミンの行方を見ていい？うわ、閉められた。さあどうする、ペンミン。ニョルニョルしてる。どこなんでしょうか。バレてたくる。よいしょ。ドイモちょっと後で音調整やんないと。なんかモニター出力がなんかバラバラになってるぞ。48分に押します。お願いします。ラストマッチョー、ラストマッチョー。ベキー寝れている。マルコさんこんばんは。はい、いちごペチーノ飲んでない。売り切れだった。今日ワンちゃん飲もうかなって思ってたんだけど、スタジオの近くにあるスタバ売り切れだった。あれ人気すぎない？あのスタバ人気すぎない？飲みたいのにソールドアウト。
だったの。だから飲めれなかった。リュウドンさん、こんばんは。シンさん、いちごペチーノ大。いいなー。絶対飲むわ。ありがとうの気持ち届け。ナイス、スーパーありがとう。飲んでみせるわ、今度。あなたが結婚したくない女性の特徴は、男性千人に対するこんな調査を発表した。服装がシワだらけ。第4位あたしやん。だからそう思う。だってさ、普通服がさ、シワシワの服がシワシワなんて嫌じゃん。だからそんなあたしを好きだと言ってくれるみんな、ほん本当に変わり者ナムアキさんからベベシありがとうの気持ち届け。スーパーに。っていうか、あのランクインっていうか第4位ミタデーラじゃん、うん、シワシワイコールミタデーラでしょ。どれがシワシワだよ私第4位か。付き合いたくない、え、だっけ、結婚したくないだっけ。結婚したくないか。うん、なるほどね。 OK 何が OK だよその発表何やねん、何やねん、どこ調べやねんどこの線に連れてきて。私が話すは1対1で。シワシワのロンティーを着た私がその人と話すは。千人一人ずつと。そんでもう一回アンケート取らせる。で、233人を説得したらいいんでしょ？ OK、やってみるわ。233人とワンオンワンするわ。そんで、はい、シワシワでも OK ですって最後に言わせる。エロディーラコト。お、レイスや。結婚したいの第4位になってしまう。結婚したい女性第4位、服がシワシワなこと。イカれてやがるぜそんなんランクインしちゃダメだろ。それこそ目覚まさせるわ何言ってんだって言って、あんた何言ってんだって言って言うわ。1位は服が汚れている。じゃあ服シワシワでさ、シミがついてる私よりやばいやん、よりやばいやん言うてんねん。ここにとっても全くない、ないわ。むしろ1位だった私、マジで。あー、消される、すぐ消される。それはやってあげるか、ポマードくん。来た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 。
惑ってんのか。え、あー使い切るし治んないし最悪のパターンだ。どっかに恵んでおけばよかった。最悪のパティコだ。いいね。うわびっくりした。鼻かゆすぎて。頑張れ頑張れ。画面バキバキ。確かに画面バキバキもいるね。私はバキバキちゃうよ。ひできさんこんばんは。なんとか回して。イラピー宇宙と交信の時。マミーパピーお元気ですか。私はうまいことやれてないかもしれません。ハマってた。やっぱさ、レイス強いね。でもみんな頑張ってる。あと2台になってる。私は何をやっているんだい。ありがとう。探しに来てくれたんだ、ポマード。センキュー。僕はロボットを研究している。ちょっと、やけどしちゃって手袋をはめているがね。サンキュー。今度もみあげの白髪染めてあげるわね。ていうか、私の恵みいつの間にか消えてたわ。
やばい、ポマードがやられちゃった。助けたいよ。いた。でも回してるから私の方来るかも。そうでもないか。まずい。ナイスでは。うまポマじゃん、うまポマ。ナイス。ここ私が回せば。ん？っていうかスプバ帰ってこない。ああなるほど。ここゲート。やばい、いい感じ。窓逃げれたね。他で回復してるもん。強いね。板だいぶないのに。うまいわ。どこら辺だ倒れてんの。そこだわ。大丈夫、あの人1回目だった。助けに行く。私が。待っていいな。助けに行くから。勝ちキャロー。地下の方ね、地下の。一人あっちにいるのか。一緒に行かないと無理だなぁ、多分。おっ。おっ。壁に行ってきて。ナイス。強っ。何この人たち。強っ。すごい。やばい、ポマードに行った。やっぱりね。ありがとう、コマード。
個だけ持ってかれちゃった。あれ、なんか違う。はーい、というわけで今日はここまで。 BP 結構稼げたかな。1回の儀式で追跡から逃れる。なるほど。ねえねえ、みんちゃんがさ、偽物なのさ、このさ、ハートが光ってない。シリルちゃん光ってる、見て。いや別に光ってるわけじゃなかったわなんかカラフル、シリルちゃんの方が。なんかテントウムシみたいな感じ、かわいい。さあ、というわけで本日もご視聴ありがとうございました。星は光ってるの？光ってると思う？え、だよね、さっきなんか劇場じゃなくて森にいた時光ってるなって思ったんだようん、ありがとう。ラジオ&配信お疲れ様。みんなも一日お疲れ様。今日も頑張った。ドラクーラガイロでもバイバーイ。ありがとうの気持ち届け。ナイスウープありがとう。今日も笑ってみんなと過ごせたことを幸せに思って寝る。暖かくしてね。寒いよ。どうやらどこかでは雪が降ったりとかしてるみたいだから、暖かくね、よーくお風呂に浸かって、でちゃんと歯磨いて寝るんだよ。おやすみー、ありがとねー。よっと、ムキムキミタデーラ、ツイッター、インスタグラム、TikTok やっております。ぜひともフォローよろしくお願いします。本日も誠にありがとうございました。また明日ね。また明日ね。また明日会おうね。明日はちょっと用事があってもぐもぐができないかもしれません。また連絡したいと思います。おやすみ。ぴょこっ。